7月に入り、いよいよ夏本番。お出かけの予定を立てている方も多いのではないでしょうか。ここ岐阜市には家族やお友達同士で楽しめる観光スポットがたくさんあります。さらに夏ならではのイベントも数多く予定されています。そこで今回は夏休みに行きたい観光イベント情報をお届けします。題して、夏の岐阜市の魅力を知っちゃお。金華山と長良川に代表される水と緑に恵まれた自然豊かな岐阜市は、歴史的な名所や美しい自然景観、伝統文化を体験できる多彩な観光地です。そんな岐阜市の夏の魅力といえば、市民の皆さんに聞いてみました。岐阜市の夏といえばで思いつくものありますか？まあ、それ一番は有名な鵜飼でしょうね。長良川の花火大会あるじゃないですか。あそこよく学生時代に行ってて、すごい人だったんですけど。鵜飼と花火でしょ。風情がありますよね、昔からの。鵜飼とかですね。小学校の頃になんか校外学習みたいなのでみんなで行きました。岐阜市の夏場で思いつくことを皆さんにお話伺ってて、長良川の鵜飼、なんか伝統的なイメージがあります。川かな、やっぱり長良川、長良川。花火がまた再開したので行きたいなって思いながら。今はみちゃん何してる？夏はお家で花火楽しんだりしてます。やっぱ鵜飼ですかね。思っており以上に迫力があって、やっぱあの鵜のこう愛を取る姿もすごく見応えがあるかなと思います。どうですか、岐阜市の夏。岐阜市やもんな。あ、花火大会とか多分あると思うので、そういうのとかやっぱ参加していきたいですね。あ、鵜飼です、鵜飼、はい、やな。まあその伝統的なイメージはあります。子供たちにも聞いてみました。岐阜市の夏で思い浮かぶこと教えてください。私が思い浮かべるところことは鵜飼です。5年生の時に、夜にみんなで鵜飼へ、船に乗って鵜飼を見たりしました。長良川花火大会です。たくさんの人が、見に来ています。また見に行く予定はありますか？はい。岐阜市の夏で思いつくことありますか？川遊びですね。おばあちゃんと一緒に長良川に行って、トマトとかを冷やして一緒に食べたのが思い出です。長良川とかに行って遊びたいなと思いました。綺麗だから魚もいっぱいいるから、魚取りとかができるから、いろんな遊びもできて楽しいのがいいところです。大仏フェスティバルです。みんなで集まって盆踊りを踊ったり大仏を見たりする祭りです。お話を伺った皆さん、ありがとうございました。夏の岐阜市の魅力として川遊びや花火大会など様々な声がありました。その中で最も多かったのはやはり鵜飼でしたね。岐阜長良川の鵜飼は金華山の麓の長良川で行われる1300年以上の歴史を持つ伝統的な漁法です。漆黒の闇の中でかがり火を灯し、鵜匠と鵜が一体となって鮎を捕らえる様子は圧巻。岐阜市の夏の風物詩として多くの人々を魅了しています。岐阜市に住む人たちにとって鵜飼は単なる観光資源ではなく地域の誇りであり、深い歴史と文化に根ざした重要な存在なんですよね。そんな長良川の鵜飼をもっと身近に気軽に楽しんでもらいたいという思いで活動されている人たちがいます。やってきたのは鵜飼乗り場の対岸、長良川右岸のプロムナードエリア。すごい、たくさんのお店が並んでますね。
ちらの方にお話伺ってみましょう。こんばんは。こんばんは。今お店がたくさん並んでますが、はい、何が行われてるんですか？はい、こちらでは長良川夜市を開催しています。長良川右岸プロムナードエリアで行われていたのは長良川夜市。飲食や雑貨の販売など多くのお店が出店して、鵜飼観覧とともに川に親しむことができるマルシェイベントです。10月15日までの岐阜長良川の鵜飼の期間中、毎週土曜日に開催されています。長良川夜市が始まったきっかけは何ですか？はい、長良川夜市は2020年の秋に初めて鵜飼じまいの時に開催したのが第1回になるんですけど、それから年に 2,3 回ぐらいのペースで行ってきたんですが、やはりこの川のから見える風景と鵜飼を楽しみながら飲み物や軽食を片手にこう団らんするというかゆったりする、そういう風景を作りたいねって言って始まったのがきっかけになります。私たちが知る限りここのプラムナードでイベントをするっていうことはなくって、で やはり素敵な場所なのでお散歩される方やこのデッキに座って楽しんでる方も結構見えるんです。でもやっぱり片手に食べ物と飲み物があって、そう集まる場所になったら素敵だなっていう思いはありました。毎週開催になったのは今年が初めてなんですけど、毎週ここに来れば夜市やってるねってい こう市民の方だったり、まあ、そのうちには県内県外の方にも知っていただけるような、定着するような形にはしていきたいと思っているので、続けることが一番かなと思ってます。はい、まだ夜市に来たことがないよっていう方にどのような PR がありますか？そうですね、おそらく市民の方たちですと長良川鵜飼のことはすでにご存知だと思うんです。もしかしたら観覧船に乗ったこともある方も見えると思いますが、もちろん観覧船から見る鵜飼とっても素敵なんです。ただここからしか見えない風景、まあ、金華山、岐阜城、長良川をもうと鵜飼がこの面に画角の中に全て収まるのがここのプロムナード のすごいいい特徴になるので、まあね、美味しいご飯と美味しい飲み物と大切な人だったり、もちろん一人でブラッドでも遊びに来ていただきたいなと思います。私も飲み物を購入してベンチで鵜飼を見学することに。上がりました。まもなく鵜飼が始まります。真っ暗な川をかがり火に照らされた鵜舟が下っていきます。川面に映るかがり火ととうとうと流れる川の音が幻想的な雰囲気を醸し出します。今鵜舟が上流から下流に下ってるんですけど、本当にこの川岸から見てもよくわかるんですよね。鵜匠さんとこの鵜が力を合わせて鮎を取っている様子がすごくよくわかります。いよいよ鵜飼もクライマックス。6隻の鵜舟が横一列に並んで鮎を追い込む総絡みです。夜のかがり火に照らされた川面を鵜舟が一斉に進む様子は、一度見たら忘れられない光景です。ここまで岐阜の夏の風物詩鵜飼と長良川エリアを盛り上げる新たな観光の目玉、長良川夜市をご紹介してきました。この他にも岐阜市の夏を盛り上げる素敵なイベントが予定されています。
岐阜長良川の鵜飼と並ぶ岐阜市の夏の風物詩が岐阜長良川花火大会。昨年4年ぶりの復活を遂げた岐阜の花火が今年も夜空を彩ります。高橋さん、岐阜長良川花火大会の見どころはどんなところですか？はい、まず岐阜長良川花火大会の、見どころの一つとしてこのロケーションが挙げられると思います。岐阜 の金華山、岐阜城をバックにして清流長良川を舞台にしてですね、色とりどりの花火が、打ち上がるという情景がまた唯一無二のものなのかなというふうに思っています。またですね、こちらの方に有料席が置かれるんですけども、打ち上げはその対岸の方で行われます。で、見ていただくとその距離が非常に短くて、で花火をですねすごく間近で感じられるんですね。でそうしますとその音ですとか、あと花火の振動ですとか、あと火薬の匂いといったそういったものも感じられますので、まさに全身で花火を感じていただけるような大会になっているのかなと思っています。で、またですね、その 目で見てもですね、その対岸で、約600メートルにわたって、打ち上がる、東海地方最大級の超ウルトラワイドスターマインっていうものがあるんですけども、そちらですと本当にもう目の前すべてが花火になってしまうようなですね、大迫力で感じていただけますし、もちろんその他にも、全国から集まっていただいた、花火師さんがですね、自慢の色とりどりの花火をですね、次々と打ち上げていただけますので、もちろん目でも楽しんでいただけるものになるのかなというふうに思っています。でまたですね、ちょっと見どころっていう話ではないんですけども、我々の花火大会では開催理念がありまして、笑顔をつなげる、未来につなげる、みんなで支えるというものを持っております。ですので、みんなで、支えていってですね、で未来に、この花火大会をずっと残していきたいなというふうに思っています。ですので、皆さんに支えていただきたいというところでですね、当日の、花火大会の、運営の方ですね、お手伝いいただけるボランティアさんの募集もしております。ですので、ぜひその花火大会をみんなで、一緒にですね、作り上げていきたいですとか、支えたいという熱い思いをお持ちの方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ応募の方をいただきたいと思っています。公式ホームページの方にボランティアの、応募のフォームがございますので、積極的に応募いただけたら大変嬉しいと思っておりますので、よろしくお願いします。高橋さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。岐阜の夜景といえば金華山岐阜城からの眺め。今年も岐阜城パノラマ夜景が開催されます。岐阜金華山ロープウェイで山頂の岐阜城へ。天守閣からは岐阜市のきらびやかな夜景を360度一望でき、オーロラに例えられる大パノラマが広がります。7月13日土曜日から8月31日土曜日までの夏休み期間は毎日夜8時30分まで営業します。なお、岐阜城の入場料金と岐阜金華山ロープウェイの往復運賃が必要となります。詳しくは岐阜市のホームページをご覧ください。いかがでしたでしょうか。夏の岐阜市には魅力的な観光スポットやイベントが盛りだくさん。ぜひ夏の岐阜市で素敵な思い出を作ってみてはいかがでしょうか。